重い。化粧が怖い。どうも、散財系 YouTuber の柳橋ゆいと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は、じゃじゃーん！ユニクロで約3万円分ぐらい購入したので、そちらをご紹介していきたいと思います。ということで、スタートー。はい、ということで一つ目はこちらのトップスでございまーす。キラーン。こちらはですね、サイズ、M サイズを選びました。身長162センチの私が、M サイズを着て、このぐらいの丈感、サイズ感でございまーす。キラーン。近寄りますとですね、こんな感じになっておりまして、これは、ニット？あんまりモケモケしてない感じの、サラッとした感じのニットみたいな、そんな感じでございます。お首周りと、お首周りとフロントは、お首周りとフロントはこ、商品名がジャケットになっていたので、多分これはジャケットです。本当にすいません。中にこうブラウスとかを着用して、まあ、ジャケットとして着てもいいかなと思いますし、こんな感じでね、1枚でさらっとトップス感覚で着ても可愛いかなと思います。デニムと合わせてカジュアルに着ても可愛いと思いますし、スカートとかと合わせてあげるときちんと感も出ますので、まあ、年末年始のこうちょっとお食事会とか、お呼ばれのシーズンにも活躍するかなと思います。こちら、とても気に入りました。そう、私、柳足ゆいは気に入ると、ある病気にかかります。ダッタララー。色違い。はい、ということでですね、こちらのニットジャケット、色違いで購入いたしました。キラーン。こちらもですね、サイズは同じ M サイズとなっております。こちらのブルーに関しましてはソリッドカラーではなくて、3色ぐらいがミックスになっているようなカラーとなっております。ミックスカラーになっていることによって、ニット地ではあるんですけども、ちょっとツイードっぽいような雰囲気も出るので、こちらのお色はこちらのお色ですごい可愛いなと思いました。こちらのジャケットであればオンオフ使い勝手がいいかなと思いますので、すごくおすすめです。すいません。例えば中にそんなに着込まないよとか、もう少しタイトめなサイジングで着たいなっていう方は、ワンサイズ下げて、もう少しコンパクトめなサイズ感で着てあげても可愛いかなと思います。ということで、おすすめのジャケットは以上です。はい、ということで続きましてはこちらのトップスでございまーす。キラーン。こちらはですね、サイズ M サイズを選びました。身長162センチの私が M サイズを着て、このぐらいの丈感サイズ感でございまーす。キラーン。こちらのトップスに関しましては特に言うことはないんですけど、本当にご覧の通り普通のシンプルなクルーネックのトップスとなっております。生地感はですね、こんな感じとなっておりまして、こちらは結構薄手のものとなっております。なのでまあ冬というよりは春みたいな、そんな感じのアイテムかなと思います。ですので、こんな感じでですね、今の時期でしたら、まあ、先ほどの薄手のジャケットの下とかにこれをニットをトップスを入れてあげてもいいかなと思います。こちらはですね、本当に何の変哲もないシンプルなトップスでございますので、まあ、こちらの、まあ、こちらはですね、こちらをですしっかりしろこちらはですね、こちらはですね、本当に何の変哲もない、すごいシンプルな、トップスなんで、まあ別になんか1枚あったら絶対使えるよねって感じだ。はい、ということで続きましては、こちらの、ビスチェトップス、まあこれでーす。キラー。こちらはですね、XS から S みたいなサイズ感でございまして、まあ私が着てこのぐらいのピチピチ感で、いやーって感じでーす。キラー。こちらはですね、こんな感じのニットのビスチェとなっておりまして、豆黒のコラボのものでございます。なぜ今更豆黒を買い出したのか本当に自分でもわかんないですけど、なんかネットでこう見てたら、あれやっぱこれ濃いなーと思って買ってしまいました。ちなみに今着てるこのグレーのタートルネックもユニクロさんのものでございます。こちらのビスチェなんですけども、私がネットで見た時にはもう黒は XS から S しか売ってなかったので、いけるかなと思ってこのサイズ感にしたんですけども、中に薄手のニットとかシャツとかを入れると、まあちょっと
きちゅいみたいな、そんな感じはするんですけども、まあ、いけなくはないかな、といった印象でございます。やはりですね、こちら、マメクロとのコラボでございますので、この裾のラインとか、そういうのの出方がすごい綺麗だな、と思いました。で、じゃじゃん！ブラウンの方をサイズ違いで購入しております。それはあくまで参考のためであって、あ、ブラウン欲しいな、可愛いな、とか思ったから買ったわけじゃないんですが、はい、着てきます。はい、ということで、ブラウンを着るとこんな感じでございます。好きらーん。ちょっと今色合わせが悪いんですけど、分かりやすいように先ほどと同じトップスの上に着てみました。着てる時の体感といたしましては、先ほどのワンサイズ下のものと比べるとそこまで大きな違いは感じないんですけども、シャツとかの上に着るのであればこちらの M から L の方がいいのかなとは思います。父の崩壊を食い止めるものが特にないので、まあ、もし1枚とかで着たいなとかっていう場合はタイトな最軸感で選んであげるのがいいかなと思います。はい、ということで続きましてはこちらのスカートでございます。キラーン。こちらはですね、サイズ M サイズを選びました。で、身長162センチ、体重は52キロぐらいの私が履いてこのぐらいの丈感サイズ感でございます。キラーン。ウエストはですね、ゴム仕様となっておりまして、前2本後ろ2本にダーツが入っております。後ろにはですね、スリットが入っておりまして、生地感はかなり伸びがいいお素材となっております。こちらデニムジャージーとなっておりまして、ちょっと白だと分かりにくいんですけども、なんか一応デニムっぽいような生地感のジャージー素材となっております。本当にすいません。こちらのスカート形もすごい綺麗ですし、履き心地もいいし、あー、これはすごい使えるのではと思いましたので、じゃじゃーん、色違い。また、色違いも購入させていただきました。キラーン。で、こちらのお色もですね、サイズは M サイズとなっております。でですね、先ほどデニムジャージー素材と申し上げたんですけども、こちらのお色の方がデニム感がわかりやすいかなと思います。普通のデニムスカートの場合、割と結構ピチーっとして苦しいみたいな、そんな感じになると思うんですけど、こちらはね、めちゃくちゃ伸びがいいので、そういうところもすごいいいなと思いますし、でん、こんな感じでですね、春に向けてちょっとこうブルーコーディネートとかしてあげても可愛いなと思いますし、まあ、もちろんね、ロボティーとか。はい、ということで続きましてはこちらのパンツでございまーす。キラーン。こちらはですね、あの大人気のタックワイドパンツの新色となっておりまーす。イエーイ。こちらはですね、通常丈の M サイズを選びました。身長162センチの私が通常丈の M サイズを着て、このぐらいの丈感、サイズ感で、丈、でですね、ウエスト周りはこんな感じとなっておりまして、フロントファスナーとホックの仕様となっております。で、ベルトループもついております。こちらのパンツ、秋ぐらいからもすっごい流行って、多分皆さんね、持ってる方も多いとは思うんですけども、基本的な形は以前のものと大きく変わりはないかなと思います。ただですね、ちょっと生地感が前のとは変わっておりまして、以前のやつの方が生地がちょっと柔らかいというか、落ち感があるような生地感でございまして、今回の新しいタイプは若干生地が固めかなといって、印象でございます。履いた感じのシルエットに大きな差とかはないので、以前のですね、このタックワイドパンツを持っている方はもちろん同じサイズ感で大丈夫かなと思います。はい、ということでラストはこちらのバッグでございます。キラーン。このバッグ、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 これユニクロ感があんまりないですし、高見えもしますし、使いやすいサイズ感とデザインだなと思って、これがすごい人気な理由がわかります。で、ファスナー部分はですね、こんな感じとなっておりまして、ディリッディッディッディーベベーここまでファスナーがあるので、口がガバッと開くっていうのも使いやすいポイントかなと思います。こんな感じでですね、取り外しのできるストラップもついておりまして、肩にかけるとこんな感じでございまして、これすごい可愛いなと思います。ということでですね、本日はユニクロ購入品紹介でございました。いつも通りコーデとかがほとんどなくて申し訳ないんですけども、またちゃんとユニクロルックブック頑張りたいと思いますので、それまで私のことを忘れないで待っていただけたら嬉しいなと思います。バイバイ。